これ陰陽対極図っていうのは陰と陽がこう合わさってるけど、結局これ丸が2つなわけですよ。ちょっと考えて見てもらうと、白い丸の中に丸ちょんの中心が黒の丸ちょんと、あと黒い丸の中に白い丸ちょんの丸ちょん。この丸ちょんが2つありますよね。白の中の黒と黒の中の白の丸ちょん。これが一つにして、その概念を一つにして、この陰陽対極図が交わってますよね。ぐにゃーってこう一体となってる。それがこう循環してるっていうイメージが、これで見えますよね。そう考えると、陽の主従っていうのが、陽の主が陰で、従が陽になってる。陽の形っていうのは。陽中の陰が陽。それで陰中の陽が陰。だから陽の主は陰になって、陰の主が陽になってるんだ。これすごいですね。ちょっと今びっくりしました。この中で発見しちゃいましたね。だからこの天地かなぎのこの構造はすごい理にかなってますね、本質的なところに。なんでこれ陽なのに黒なんだろうって思って、陰なのに白なんだろうと思ったけど、陽の実態は陰になってるってことになってる。陰の実態は陽ってことになってる。これすごいな。でも本当に理にかなってますね。カタカムナの呼吸、マニホージュ、これやった時に、願いを叶えるのに、現象を下ろした時に、願いの裏の災いが最初形を成してやってくる。それがだんだん願い事が成就するというものに、こう思想が移ろいでいって、願いの成就に変わっていくんですけど、やっぱ願いの表裏が災いという。で、先に災いがやってくる。だから陽を下ろしたいんだけど、先に陰がやってくるっていう、こう陰と陽っていうのは常に表裏一体だから、災いというものの本質が幸いになってくるし、幸いというものの本質は災いにつながってくるし、常に表裏ですね。この世の中も悪に見えてるものの実態が陽なのかもしれない。で、陽に見えてるものの実態が悪なのかもしれないっていうのも納得できますよね。なんかこの世が悪が牛耳って大変なことをこの世に起こしている陰謀に見えてることが、実はいいことへとつながっている道だったりして。なんかいいことをすごい言っている、やっているように見えてる人たちが、実は悪に突き進んでいたりとか。まあそれはよくある構造ですよね。陰と陽の本質から見るとそうなのかもしれない。すごい奥が深いというか、一周ねじ曲がってますよね、陰と陽が。ねじれがありますね。そのままには取れないというか、それが天地かなぎはそこまでもこれ再現してますね。黒と白、すごいな。天地かなぎ、これを観察して見ていくだけですごいシンプルな積み木にしか見えないけども、これよくよくこの構造を分解して考えて当てはめていくと、ものすごいものが見えてきますね、本質が。すごい、これで学べる、これだけで。すごいですね、1万2800のこの相似性、文明の周期というもので、ありとあらゆるものの太まりの構造がぴったり当てはまっていく。この1万2800っていうのも、前半と後半が元から末にエネルギー流れて、陽から陰に切り替わる。そしてさらにそれが天と火と水と地の陰と陽の
性質、これがですね天の1,2,3,4と時が進んでですね移ろいでいくっていうこの構造、これが基本形でですねフラクタルになって全ての物事は展開していくと。これ文明のサイクルだけじゃなくて全てにこれが当てはまる。一日もそうですよね。これ一日にも当てはまります。これを一日にしたときに、昼と夜。で、昼っていうのも朝と、もう昼間と夕方と夜っていうふうに思想が分かれる。天、日、地、水。天、日、水、地。春、夏、秋、冬。朝、昼、夕、夜。で、昼と夜になって、これは一日になる。文明もこの相似性になって、数字もこれシンクロしてきますね。リンク全部リンクして、すごいこの世のフラクタル構造っていうのは綺麗に当てはまってますね。この陰と陽と、中国のねその易とかもやっぱりこうやっていろいろ読み解いていくんでしょう。人間のバイオリズムだったり、まあ運命っていうのもですね、ある意味運命っていうのもこの太まにに型を当てはめれば読めますね。まあ自分の運命とか周期とかこういうのもまあ複雑に絡み合ってるようですけど、基本構造っていうのはこういう太まにで読み解けるんだなって思いますね。はい、今日はなんか話しながら読み解きを進めてって、なんか謎が解けました。この陰と陽がなんで黒と白になってんのか固定概念でしたね。陽は白で陰が黒としか思ってなかったけど、よくよくや考えてみると陰の中の中核は白で陽の中の中核は黒になってるなっていうのに思い出して、ああそうか、それも主従が働いて陽の実体は陰で、陰の実体は陽になってくるんだ。すごいですね。だからやっぱり表裏一体ということですね。常に循環しているっていうのは、常に表に出ているものの裏にあるものが実体になってるっていうか、表にあるものの裏が実体になってるんですね。つまりだから裏になってるものの表が実体になってくる。実体ってね、表裏で入れ替わってるんですね。だから実体って表に出てこないんですね、常に。常に実体って表に出てこないんだ。すごいですね。この天津かなぎの、まあ、乾燥法って言って、これをよく見て、この天地の構造を、感じるっていうことが最初にやる修行法なんですけど、すごいですこれ。これ今ね、実体とその働きというものの本質を僕これ持ってね、ちょっと今理解しました。皆さんにはこれ1が見えますよね。皆さんには、でも僕にはこの裏が見えてるんですよ。これが見えてるんですよ、僕には。だから実体っていうのは僕から見えてる数字が実体なんですよ。でも皆さんにはこの1が見えてる。これ働きなんですよ。こっちの視点からすると。僕の視点からすると僕が見えてるのが実体であって、皆さんに見えてるのが働きなんですよ、これ。で、皆さんの見てる視点からすると、皆さんの実体は1であるんですけど、僕の見えてるこの4っていうのは働きになってくるわけです。だから対抗して見てる時には実体と働きっていうのは逆さになっちゃってるんですね。皆さんから見て裏側が実体なんですよ。で、僕から見て裏側が皆さんの実体になっているという視点が対抗するものの中にこのトリックでありますね。この天津かなぎで分かりました。同じものが見えてないんですよ。
これがフラクタル、もう宇宙のフラクタルの太まりの構造だとしたときに、これで全てを考えられるんですけど、世の中っていうのは自分が見てる視点で誰も見てないんですよ。世の中っていうのは、世の中っていう目がこう向いている。で、自分っていうのは自分という目が世の中に向いているという、まあ、ある意味これ相対するものですよね。そうするとこの視覚が成立して、自分が見てるのが実体で、相手が見てるのが働きになってる。ただ相手からすると、相手の見えてるのが実体で、自分が見えてるのが働きになるっていう、まあ、あべこべですよね、あべこべ。でもこういう構造になりますね。そうすると皆さんが実体を考えるときに、この裏を考えるわけですよ。今自分が見えてるのは働きであって、その真裏っていうものに実体があるんだって考えたときに、実体が読み解けるようになりますね。これ。まあ簡単に例え話で言うと、テレビをつけてニュースを見ます。ニュースで流れてくるのが働きです。僕がこのニュース番組だとすると、僕の見えてるのはこれです。これ実体。でも実体というのを自分は見ながら、働きという体を世の中に出します。だから皆さんの視点から見るとこれが見えてます。働きのこれが。で、世の中の本当に大半の人はこれを情報として受け取るわけですよ。そしてこれをある意味分析するわけです。え、これはどういうことだ、一生懸命。だから三種の神器の象徴と実体って言ったのもそうです。象徴と実体っていう象徴です、これね。象徴を一生懸命こう、まあ、探したり解明したりしようとするわけです。だからニュース番組で言ってるこの働きの真裏というのが実体になっていて、対極のものですよね。この対極の実体というのを、この働きによって対極のものが見えてくるんですよ。全く言葉が真裏になった時にどういうふうになるのかっていうのが見透かせるわけですよね。この世で悪に見える働き、まあ、陰謀だ、あいつはひどい陰謀だ、なんてめちゃくちゃなことをやってるんだって、悪に見える働きあるじゃないですか、この世の。でもそれは太間にね、読むとですね、実はこの世に起きてる悪の働きも、天が起こしてる善のことを成し遂げるために悪の働きっていうのをこの世に起こしてるっていうふうに読めるんですよ。これカタカムナ読み解いてもそうなんですよ。いろんな問題点が常にいろんな時代に起きるんですね。例えば竜宮城のシステム作って、円満にしっかり、それは何万年も守られていた竜宮城のシステムが、ある日突然一人の男が破ってですね、もう例えば1年に1回しか竜宮城に行っちゃいけませんよって、その中の女の人と1年に1回しか会っちゃいけませんよってルールがあるのにもかかわらず、破る人間っていうのは出てくる。破って1年に1回なのに、ちょこちょこ会いに行っちゃう人が出てきた。それを見た竜宮城のシステムを作った火付天神は、その時点ですぐ竜宮城のシステムをやめたんですよ。もうずっと続いてきた大和の血を守るための竜宮城のシステムを、その一人が破ったことで全てをやめたんですよ。なぜかというと、太間にというものを、太間にというもので、その大和の人たちは動いていて、それが破るという現象を起こさせたのは、天の働きによってそれが起こったんだ。つまりこの竜宮城のシステムをやめろということなんだっていう悟りなんですよ。だからバッとやめたんですよ。でもやめたことによって、竜宮城でかくまわれた女の人たちが外に出るようになって、で外に出た女の人たちは自由に交配するようになって、人種が増えていった。大和民族以外の氏族の人種が増えていった。だから今の僕たちがいるわけなんですよ。その一人のルールを破った人のおかげで、竜宮城のシステムはなくなって、
今の人類が派生して生まれているゴシキ人。そういう話もあって、これも太マニの読み方でやめる。今の常識だとですね、例えばルールを作って、もう何千年も守られているルール、それを破った人がいたら罰を与えますよね。殺しちゃいますよね。刑務所に入れたりとか。そういう概念じゃないんですよ、太マニっていうのは。この世に起こった全ての出来事は、天が起こした出来事なんで、その出来事には必ず意味があって、この働きと態の関係ですよね。この世に起こった働きという裏に実態がある。だからこれに対して起こるとか罪と罰を与えるっていうのじゃなくて、この働きの対しての実態というものを捉えて動くっていうのが、太マニに裏へて動くこと。これが現象を自由自在に操縦する動き方なんですよ。立ち回り方。だから大和人たちはこの世に起こったありとあらゆるものに順応して生きていくことで未来につなげていった。天竺はたった一つの火種のもとによって、すごいきらびやかな豪華な天竺、天国のような天竺が一晩にして全部燃えてしまったんですよ。たった火種の一つによって。で、多くの人が死んじゃった。でも生き残った人たちが、この火事になったことには意味があるっていうことで、僕たちはじゃあまたここを離れろという啓示なんだっていうことで、そこの天竺の人たちがですね、火のグループと月のグループに分かれて、では、この天竺を出て、また火付天神の生まれ故郷のもとへ帰ろうっていうので、大和の国へ、火と月のグループ二手に分かれて、またそこの約束の地で一つになろうねって約束してですね、二つのグループは分かれたんですよ。火と月のグループ。火が主で、月が十。火のグループは天竺からですね、日の昇る東の方へ進んで、その日出ずる国に行って、月のグループは西の方へ回って、日出ずる国へ向かいました。それがいわゆる日夕道祖論とかね、言われてますよね。そして日本で、日本の地で最初に結ばれる時に対馬に行って、火と月のグループは高み結び、神結びの神をご祭神としてですね、結ばれたんですよ。これが神仏習合になっていくんですね、天道奉仕。まあもっとずっと遥か昔ですけども、それがこう歴史が経ってですね、神仏習合という形で宇佐神宮と国東の六合満山に結ばれて一つになった。だからこういう日本という国が今あるのも、天竺のたった一つの火種、これが天竺を全て燃やさなければ、今の人類のこの文明の発展っていうのはなかったんですよ。だからその時は大きな災いに見えることなんですけど、長い年を経てみると、あれがあったから今があるんだっていう状態になる。